天ヶ崎市営バス級塗装天ヶ崎市バスのバス停、天ヶ崎市交通局は、かつて、兵庫県天ヶ崎市に存在したバス部門であり、天ヶ崎市営バスとして、天ヶ崎市内で、路線バスを運行していた。スルッと関西に参加しており、全線で、スルッと関西対応カードが使用できた。2009年3月には、全国で初めて全車両のノンステップバス化を、達成した。 一部の路線は、外郭団体の天ヶ崎交通事業振興及び民間事業者である阪神バスに管理委託していたが、2016年3月20日をもって全路線を阪神バスに移乗し、68年の歴史に幕を閉じた。移乗後については、阪神バス天ヶ崎市内線を参照のこと。このほか、東園田とで屋敷に休憩所が設けられていた。 1993年まで、阪神甘ヶ崎駅北口に中央営業所があった。太陽電池によって蓄電し夜間点灯を行う、氷中、周波数後は消灯される。戦前、甘ヶ崎市域内のバス事業は、阪神乗り合い自動車と阪神国道自動車、並びに阪神合同バスが行っていた。戦後、これらの会社線が運休したままとなり、市内交通、 特に南北間の交通に不便が生じた。南部に重工業地帯を持つ天ヶ崎市では南北間の交通を整備するのが産業復興のためにも重要であるとの認識から自ら市営バスの運行を企画し、徳島市交通局より電気バスを借り入れて試験運行を行った後、1948年より営業開始した。開業当初は電気バス産業で 市内南部のみの営業となったが、すぐに市内北部への路線が新設され、やがて市内を網羅する路線網を持つに至った。開業に際しては、直接の利害関係が少ない阪神電鉄は、協力的で、運休路線の免許を天ヶ崎市に譲渡したりしたが、阪急バスは同意しなかった。そのため、阪急バスとは、神崎線などで競合する路線があったが、 その後昭和50年代までに調整され、現在は一部を除き、競合する路線はなくなっている。昭和30年代半ばまでは、市内南部の工業地帯の公共にも支えられて、順調に乗客数も伸び、安定した黒字経営が続き、運行路線数も増加していった。また、ディーゼル車の導入や、ワンマンカーの運行など、周辺都市のバス運行会社よりも先行して取り入れる。 面もあった。昭和30年代後半になると、輸送人員こそ増加しているものの、自動車交通量の増加による、道路渋滞に伴う運行効率の悪化、人件費の上昇に伴い、営業収支が赤字に転落した。経営改善の必要性に迫られた、交通局では、ワンマンカーの運行による車掌の削減や、勤務条件の変更による乗務員手当見直しを行って、 経費削減に努め、1977年には全路線のワンマン化が完了した。しかしながら赤字経営は続いたため、1981年、1986年、1998年には運行路線の見直しによる合理化や車両数の削減を実施、さらに2004年には一部路線を天ヶ崎交通事業振興に運行委託して経費削減を図った。一方、 乗客サービスについては、1998年にノンステップバスを導入するとともに、今後の新車をすべてノンステップバスに統一する方針を発表した。ついに2009年には営業用車両の全車、ノンステップバス化を完了した。その後も乗客数の減少は続き、さらなる合理化のため、向こう営業所の阪神バスへの業務委託が実施されたが、累積赤字の蓄積が続き、 ついに2016年3月をもって、阪神バスへの移管が行われるに至った。兵庫県内では、姫路市バス、明石市バスに次ぐ3番目の公営バスの廃止となり、2020年現在、事業を行っているのは、神戸市バスと伊丹市バスのみとなった。また、近畿地方全体でも2018年の大阪府の大阪市交通局が民営化され、大阪市営バスが大阪市ティバスに移行したため、 近畿地方だけでも、神戸市と伊丹市以外は、高槻市バスと京都市バスの4市のみとなった。路線に関しては、後日の路線網の変遷を参照のこと、阪神、淡路大震災においては、尼崎市内の道路も、道路陥没や山陽新幹線の高架橋崩落など、地震による大きな被害を受け、付近の道路が渋滞や通行禁止の状態となった。また、 神戸方面へ向かうことのできる国道2号線、国道43号線、国道171号線、及び迂回路として利用可能な高速道路に直結している甘宝線など幹線道路を中心に停滞といっても過言では内大渋滞がのきのみ発生した。交通局では震災直後から運行再開したものの、運転区間の短縮や通行止め箇所を迂回するなど、 大きな影響があり、本来の正常運行には程遠い状態であった。震災発生から数ヶ月が経過するまで、実際のバス停に休止の表示や、迂回運行の案内がなされなかったり、震災復旧工事や、道路渋滞のために、支店、終点間の運行を重視したことから数日で、途中経路が変更されるなど、生の情報を利用者が現地で得ることはできなかった。 運行路線や旧市バス停の情報は、法、天尼崎などにも掲載されたが、最新情報を提供しているとは言い難い状況であった。また交通局職員が、鉄道駅を中心に配置され案内に当たったが、鉄道駅が利用されるのは主に袋であり、地域ごとの詳細な情報は得られる状況になかった。これにより、多くの市バス利用者は通勤、通学に当たって、 市バスの利用に見切りをつけ、確実に移動時間の読める自転車など、他の移動手段に変更した。復旧工事の進展に伴い、次第に運行路線は元のように復旧していったが、正常運行できない時期が続いた影響は、ことのほか大きく、震災を機に転居した人口の影響もあって、市バス利用者数は大幅に減少した。その結果、1998年には、 運行路線の見直しが行われた。また、これらの教訓を踏まえて、2006年3月末より、バス運行情報案内システム、甘っコガイドの運用が開始された。天ヶ崎市は、東西方向は、鉄道路線が、複数存在するが、市内の南北を結ぶ、鉄道路線がないため、市バスの路線は、鉄道駅を起点として、市内を南北方向に走る路線が中心であった。 路線は、幹線と地域線に種類が分かれていたが、料金などは同じであった。終点間際の放送で、独自の BGM が流れていたが、これは、あー、甘崎市民家族という曲で、甘崎市政70周年を機に作られた市民の歌である。作曲は、何わのモーツァルトこと、木田太郎である。なお、十一番、二十番台の路線、30.3152.80、また、 向こう営業所の担当する40番台の路線は、阪神バスに運行を委託していた。2015年7月1日現在停留署名に、復帰されたは、停留所の位置を表すものである。鉄道駅などで停留所が、複数設置されている場合に路線によって発着する、場所が異なることから便宜上つ付けられている。については、概ね各駅の、北口、南口に相当するが、 JR 立花駅においては線路をまたぐ形で交差する立橋の上に設けられた停留所を駅前ロータリーに設けられた停留所をとしている。また、天ヶ崎交通事業振興に管理委託されている路線を共同運行されている路線をと表記する。幹線、編集阪急神戸本線の駅から JR 神戸線の駅を経て、阪神本線の駅を結ぶ地域線、 編集しない各駅と周辺地域を結ぶ一部の路線では運転区間を一部延長したり経営地経路の一部を変更して運転する便もあり路線番号に帯をつける形で分類運行されている概要編集開業当初から主に南部の工場地帯や市の施設に向かう乗客や市内を東西に走る鉄道路線の駅に向かう乗客のために路線を 設定していったため、全般に長距離を走行する路線が多く、循環系統や複雑な経路を取る路線などが多かった。また、西宮市の甲子園競輪場まで運行する路線もあった。1965年当時の路線一覧出入庫、系統停留署名の駐車利用客は1967年に1日、平均127,770人と最大に達し、 それに対応するため、路線の増設も相次いだ。1970年と1972年には、大幅なワンマン化が実施されて合理化が進められたが、路線数が多くなり、非効率な運行や回送運行の増加、さらにもともと境外な道路が多い山ヶ崎市内の道路の渋滞により、定時性の低下も進み、営業収支は悪化していった。 1972年当時の路線一覧出入庫、系統通満運行路線は以下の通り、1971年の時点で営業係数が279に悪化していた市営バス事業であるが、1973年のオイルショックによる物価高騰は運行コストの増加を招き、輸送人員の減少とも相まってさらなる営業収支の悪化を招いた。このため市では、 外部の有識者や市民代表を招いて、市交通事業審議会を設置して、財政再検索を数回にわたり、答申、さらに別途設置された、天ヶ崎市営バス運行路線問題調査会からの、答申を受け、運行の適正化、効率化を図ることとなった。1977年当時の路線一覧出入庫、系統通満運行路線は、以下の通り、 1981年4月1日、天賀崎市営バス運行路線問題調査会からの答申結果を受けて、開業以来初めてと言える路線の整理が行われた。主な施策は以下の通り。ただし、基本的にはそれまでの路線を踏襲したもので、抜本的な対策とは言えなかった。1986年7月1日、さらなる合理化のため、路線網を全面的に見直し、 感染バス方式を導入した。この方式では、朝夕と昼間時では、運行路線を変更し、感染、地域線を設定し、さらに昼間は一部路線を市役所や公共施設への連絡を目的に、循環線に置き換えて運行することで、利便性の向上や、定時性の確保を目指した。系統番号は、感染が一桁、循環線が10番台。 地域線が20番以降という系統番号が設定されたものの、系統表示幕には、感染、地域、または循環としか表示されず、変わって路線名が行き先表示幕に表示されるようになった。ダイヤ改正直後に交通局が発行した時刻表には、路線名と系統番号が共に記載されており、路線変更に伴う、誤情防止のため意識的に、 系統番号の表示を行わなかったと考えられるが、乗客には混乱が生じ、分かりがたいと不評であった。翌年から系統番号が表示されるようになり、一方で路線名による案内も継続された。なおこの当時の方向幕は、9年式者は前面の系統幕を別個にしていたが、一体型となった比較的新しい車両については、黒字に白文字の幕が採用された。 1986年7月改正当時の路線一来館線急行便地域線地域線、循環線出入庫系統を余りに急激な路線網の変更で市民から大きな不満が寄せられたことから交通局では1988年4月に路線網の見直しを実施した主な変更点は以下の通り1988年4月改正当時の 路線一覧幹線地域線地域線循環線通勤急行系統停留所名は改正当時駅前停留所は以下の通り変更している1990年4月1日にも一部路線の見直しを行った1993年10月5日にさらに見直しが行われ西部や南部循環線の区間短縮などが行われたまた 西部循環線特系統が1系統追加された。1993年10月改正当時の路線一覧幹線地域線地域線循環線、通勤急行系統1998年1月14日、幹線、地域線の考えを残しながら朝夕の系統を一本化して長距離を走り、評判の悪かった循環線を廃止して路線系統を単純化する。 路線改定を実施した。結果的にはこの路線網に一部改定を実施したものが、天ヶ崎市交通局としては最後まで継続した。主な改定は以下の通り、以後は JR 天ヶ崎駅北口ロータリーの完成による乗り入れ開始や、南部の工業地帯への系統の見直しが行われている。停留所の旧廃止、編集下記は1986年の 路線改変以降に急廃止された停留所の一覧である。開業当初は電気バスが採用された。主運転用として徳島市交通局より借用した電気バスのほか、最盛期には11台が在籍していたが、燃料事情の好転により、1952年にディーゼル車、またはガソリン車に置き換えられた。また、ホード製のガソリン車も在籍していたが、こちらは、 市会議員の巡察用車として使用されていた。1949年にはディーゼル車が購入され、1954年にはワンマンカーを導入した。これらは全国的にも早い時期の導入であった。またこの年から購入車はすべてディーゼル車となり、リアエンジン車も購入されるようになった。一方、ボンネット車は1960年を最後に購入されなくなった。 1968年からはワンマン専用車中心の購入となり、1970年からはワンマン専用車のみ購入されるようになった。さらに1971年には、従来の灰色濃ーに、朱色の帯を巻いたデザインから、クリーム色の車体に、小豆色の帯を巻いたデザインに変更され、ワンマン専用車の全車と、ワンツーマン車の一部も、新塗装に塗り替えられた。なお、 灰色基調の旧塗装車は19、1986年から虹バスと呼ばれる虹をイメージしたデザインを採用した。天ヶ崎市交通局に最後まで在籍した車両は、原則としてすべてこのデザインである。なお、クリーム色基調の旧塗装からの塗り替え車は存在しなかった。1998年にノンステップバスを導入開始した。バリアフリー化に積極的であり、 他の事業者よりも比較的早い段階で全車両を将来的にノンステップバスへと切り替えることを決定、発表した。以降、車両更新の際は全てノンステップバスを投入した。2008年には国土交通省近畿運輸局より第1回バリアフリー化推進功労者として表彰を受けた。2009年3月にノンステップバスへの全車置き換えが完了した。年には 経費節減の目的で当時在籍していたすべての車両の方向膜を LED を用いた電光式表示器に一斉に変更した。以降、投入されたノンステップバスも同様の仕様となっている。側面の LED 表示器は経由値を通過すると、その経由値を表示から消していくため、終点付近では行き先部分の未表示が残る格好となっていた。また、 後面の LED 表示器はドアが開いている際には、行き先と乗降中を交互に表示していた。シャーシメーカーは、開業当初の電気バスは、市内の工場にて製造された車両であったが、以後は、いすず自動車製か三菱不走製が中心で、ごく少数の日の自動車製バスが在籍していた。1984年に、初めてドトラックス製の車両が購入され、1986年には、 日の自動車製のバスも再度購入されるようになったことで以後大型4メーカーが揃うようになった。交通局時代の晩年は年度ごとに入札で単一もしくは2車種程度に絞られるため車種によって平均車例には差があり在籍台数にも差があった。また車体は車シ,シメーカーに関係なく西日本車体工業製を採用していた時期があったが現在は シャーシメーカーごとに別々の車体を採用している。車両には交通局独自の車番が付与されていた。当初は車種によって分けられており、電気バスは EXX、ガソリン車は GXX、ボンネット車は BXXX、リアエンジン車は DRXXX、アンダーフロアエンジン車は DUXXX とされていたが、年の 平年屋から神戸に来、絵の割り当てナンバー切り替え時に、AXXX に統一され、在来者も変更された。さらに1985年の購入者からは、ハイフンの前に購入年度を書くようになり、20から122といった形で表記されるようになった。また、表記される購入年は、西暦ではなく元号かつ年度で表記するため、年度末納車の場合は、 年式とズレが生じている。また、配分の後の3桁は、車種別の番号となっており、100番台イコール三菱、不走、500番台イコール、イスズ自動車、700番台イコールドトラックス、800番台イコール、日野自動車制を割り当てている。これらは、1968年に購入されたワンマン専用車より採用され、交通局最後の新車まで継続使用されていた。 なお、1985年から1987年購入の中型車は、ハイフンの後が2桁となり、01が三菱不五51が日野に割り当てられていた。なお、2010年度には、天川崎交通事業振興に三菱不走の新車が導入されたが、車番は200番台が割り当てられ、民営化後も平成30年導入の30から209まで使用された。 なお、1983年に購入された、椅子図製のバスのみ、A、A-600 台を使用していたが、これは当時、A、A-5XX 番台の車番を持つ、9年式者が在籍しており、そのままだと番号が重複してしまうために取られた、措置であった。また、1986年から1987年、購入者は、当初、60から01体というように、 車種に関係なく年度の後は登録順に零一から不満されていたが、九百八十八年に現行の番号体系に改版されている。甘が交通事業振興の委託車両については、車両前面の局番号付近に赤い丸囲みで AA の表記がされている。貸切車は甘がさき協定場及び、そのだけ馬場観客輸送に従事する9年式の路線バスからの転用車と、 天川崎交通事業振興が所有する観光バスがあった。観光バスはもともと天川崎市交通局の所有であり、各社愛称をつけられ、一般貸し切りにも使用されていたが、一般貸し切り事業の廃止後は、老人研修バスとして用途を限定していた。車両の更新時期は、通常は新車購入より13年間使用し、14年目で廃車されることになっていた。 ただ市長短があり、自己廃車や初期の電気バスガソリン車を除いた最も短い例として、1964年11月に購入した日の BT51 がわずか6年後の1972年2月に廃車されたことがある。また廃車後はほとんどの車両が解体処分されており、他の事業者への譲渡や倉庫としての売却例はわずかであった。 車体更新は行われなかったため、特に旧塗装車には塗装の色褪せが生じたり、部分的に塗り直しを行っていた車両が多かった。また1977年9月に購入された車両のみ、後に床下に冷房機を取り付けて冷房改造された。2010年度で廃車となるノンステップバス第一機車9台は、ヤフーオークションで売却される予定であったが、1台に変更された。 オークション売却とならなかった車両のうち5台は東日本大震災の被災地である気仙沼市へ譲渡されることになり救援物資を乗せて現地へ送られた残り3台は別の事業者に譲渡された気仙沼市では都バスの路線バスとして使用されている最近では廃車になった車両をオークションにかけて売却することが一般的になり 北海道から沖縄までの一部事業者で、元天ヶ崎市交通局の車両を見ることができる。運賃は全区間で均一の運賃を採用しており、乗車時に支払う方式である。なお、周辺の阪急バス、阪神バス、板見市営バスで使用可能のピタッパは使用できなかった。2003年に登場。名前は一般公開募集で決定。由来は天ヶ崎に住んでいる。 子供のことを日光と呼んでいたことと天ヶ崎市交通局の略称でニコから来ている。キャラクターはハート型の頭をした可愛い女の子。9月20日生まれの小学校1年生で血液型は O 型。好きな芸能人はダウンタウンの浜ちゃん。一部車両には車体にラッピングされるほか座席の表地にも採用されていた。甘崎市交通局による市営バス事業廃止後は 天ヶ崎市のシティプロモーション推進キャラクターとなった接近表示器阪急向この総駅バス停4乗り場2006年3月25日から運用が開始されたバスロケーションシステムであり停留所に設置された表示器や携帯電話パソコンなどの端末に対して最新の運行情報や緊急情報などを提供するものである停留所に設置された 表示器は LED を用いた上下二段式の表示器で、通常は上段に次に到着するバスの路線番号、経由地、行き先バスの到着、発車までの時間の予測などの情報が表示されていた。また下段にはイベントに起因する迂回など運行に、関連する臨時情報や、次発のバスの発車予定などの情報が表示されていた。携帯電話、パソコンなどの端末からは、利用区間や、 個別の停留所名などを用いて情報の検索を行うことが可能であり、停留所の時刻表に掲載された予定時刻とバスの実際の運行状況を反映したその停留所へと到着する予測時刻双方の情報が提供された。また、これに加えて車種の情報も同時に提供されていた。阪神バスへの異常後も運用が続けられたが、阪神バスが 独自のバスロケーションシステムを導入したことに伴い、2017年3月30日をもって運用が終了された。2006年3月25日現在表示器は、主要な鉄道駅の停留所に設置されている。幹線道路を運行するなど主にダイヤの乱れが懸念される路線が発着する乗り場にのみ設置されている。ありがとうございます。